昨日、第一牧志公設市場を訪れたのは、兵庫県在住で脳性麻痺のため電動車椅子を利用している大久保健一さんです。大久保さんはこれまで那覇空港の新ターミナルや那覇文化芸術劇場那覇アートなど全国およそ50カ所でバリアフリーチェックを実施し、設備の改善を提言してきました。那覇市の職員らの案内で全てのフロアを確認した大久保さんは、旧公設市場に比べて通路が広くなったことや、市場での飲食が気軽にできるようになったことなどを評価しました。一方で、施設の入り口に設置されているアルコール消毒液のスタンドを車椅子利用者でも使いやすいようにすることや、排泄物を流すためのボタンをバリアフリートイレに設置することなどを改善点として挙げました。バリアフリーの方が気軽に公設場に足を運ぶようなことをですね、やはり目指せばですね、今回のバリアフリーチェックは生かすことができたかなと思います。大久保さんは県内でバリアフリーが整っている場所として那覇空港やイオンモール沖縄ライカムなどを挙げ、これらを参考に誰でも利用しやすい施設を目指してほしいとしています。